お花を作るためのお花紙。実は20色もあります。色もこんなに綺麗です。これを工作に使ってみたいと思いました。そのためには好きな色のお花紙をパッと取れるように並べる必要があります。ここでは並べ方や収納の仕方を紹介します。A4 のカードケースに何色が入っているか分かるようにシールを貼りました。裏から見ると袋が、表から見るとお花紙が見えます。お花紙の方から開けて、下に袋がありますから色の境目でスライドさせます。これで一つのケースで2色のお花紙が取れるようになります。こちらも同じです。お花紙が見える方から開けて色の境目でスライドさせます。戻すときはその反対、重ねて蓋をします。重ねるのはどちらから重ねても構いません。2色ずつ入っているのでこのケースが10個になります。これを収納するのにぴったりなのが作品バッグ。四つ切り画用紙がゆったり入るサイズです。これに先ほどのケースを縦に入れていきます。そうすると10個のケースがぴったりと収まりました。持ち手がついているので持ち運ぶこともできます。ただしそのまま縦に置いておくとシワになるので横に寝かして収納してください。使うときはこの袋から出して開いて並べていきます。簡単なので教えてあげれば1年生でも準備や片付けを進んで手伝ってくれます。片付けるときはこの反対です。教室では床や棚の上に置いて好きな色を取っています。好きな色のお花紙を使って自由に工作を楽しんでみましょう。